ここはですね、東京の水道で一番最初に行った浄水場があった、淀橋浄水場。あったはい。約5トンぐらい。ちょっと今こう見ると。ここの浄水場ですか。高層ビルの立ち並ぶ広い一角は、かつて巨大な浄水場だったのです。昭和40年頃の写真を見ると、水を流するための広大な池が並んでいます。建設のきっかけは、明治19年のコレラの大流行でした。当時描かれた絵には、虎に見立てたコレラが大暴れ。それを衛生隊が水道の水でやっつけようとしています。What?伝染病の場合に、水の方が本格的な浄水場が作られたのです。